曲がってみますね。白川辻入り口。そうだよね、白川辻入り口だよね。こっちなんですよ。前もね、ここ来たんですよね。そしてもうこれ新幹線より南側に来ちゃってるから、まあ、とりあえず新幹線を越えなくちゃいけないんですね。新幹線を越えたら1本目か2本目なんですけど、まあ、左折するんですね。新幹線出てきませんよね。あ、見えてきました、新幹線。新幹線を越えたら1本目または2本目を左。これは1本目に数えませんけどね、この1本目はね。この間もここをちょっと通ったよね。まあ、これ1本目って見た方がいいんですかね。相対動作値。おお、よく太ったネギです。ですよね、こうなりますよね。車でね、探したんじゃダメなんだよね。徒歩で歩かないとね。あ、ありました、ありました。それだ。今度が本当です。よかった。やっぱりここなんだね。すいませんね、ちょっと置かせてください。どうにかね、あ、これが。神尾ひかせの、まあ、相対動作時。元禄14年。まあ、かのとみ。まあ、1701年です。8月ってありますね。合掌型ですね。ああ。
骨。ああ、面白いね。まあ、こちら、むくりもついてますね。なかなか、これはいいものです。まあ、全体的にこういう形になってて、まあ、こういう感じですね。まあ、お顔の表情もね、まあ、わかります。ああ、よかったね。やっと巡り合いました。ああ、ありがとうございます。じゃあね、お参りしますかね。はい。どうも。安全運転、よろしくお願いいたします。まあ、自分で気をつけなきゃいけないんだけど、交通安全、お願いします。いいね。素晴らしいね。はい、ここでした、ここでした。これじゃわからないはずだよね。こちらですね。もう地図で、まあ、見ればここしかないんです。ここね、前通ったんだけど素通りしちゃったんだね。こんな場所だもん、素通りしちゃうよね。やっぱり車じゃダメだってことですね。まあ、たまたま見る方向っていうか一本早かったから、まあ、戻る感じで、まあ、見えたけど、そうですね、2本目でしたね。まあ、ここを入れずにね。まあこちらなんだろうなっていう気がするだけなんで、神尾千ヶ瀬の相対道祖神。どうでしょう。邪魔じゃないか、大丈夫。ちょっと判読ができないですね。すごい。